つりです。くんです。今日はアニアキングダム第7話を見ます。なんか水牛を見に行こうって言って、そしたらなんかほらエレバとアミンさんとシルバが一緒に行くぞみたいになってなんか石が落ちてきて、じゃあ石が落ちてくるところまでで、じゃあ今から無事に水源を見つけられるかどうかっていうところかな。うん、はい、続きを見てみましょう。ここは心優しき動物、力あふれる動物、誇り高き動物、そして未だ謎に満ちた存在、恐竜。あらゆる生き物が暮らす不思議な大陸、アニアキングダム。この地を制するのは動物か、はたまた恐竜か。今ここに全ての生き物たちの壮大な物語が幕を開ける。冒険大陸アニアキングダム。火山の噴火で落ちてきた岩によりオアシスの水は減り続けている。ああ、行くぞ。頑張ってシルバー。ロリー。しかし岩を溶かしても水は戻ってこなかった。故郷のカワウソ村を救うためブッダたちは水源を調査すべく山を目指すのであった。待ちなさい、ルッタ。止まるんじゃ。ルッタッタッタ。だが目の前には行く手を遮る高い壁が。ゴーゴーマウンテン。な、何これ。塞がってる。ここはもともと川があった場所。うん、噴火の影響で土砂が流れてきてしまったのでしょう。おーのこれじゃ向こうに行けないぜ。最悪だ。せっかくここまで来たのに。最悪。早く行かないとオアシスが。俺に任せろ。俺にはイケてる翼がある。一人で水源を調査してやるぜ。レディーカッコつけすぎやで。迷子になったらどうする。誰かさんみたいになってもええか。誰かさんえ、俺。サイラスみたいに迷子はカッコ悪すぎだぜ。すごいな、エディカッコつけてるな。そうだよ、みんなでカワウソ村を守るんだ。そうそう、気持ちは分かったけど、これはどうすりゃいいんだよ。散らかしだ。わしらの出番じゃぞ。お、行った。いきなりなんだ。道は己で開くもの。来た。力落ちさんに。王様、みんな。かっちょえ。おー、すごい。ゴリゴリゴリ。サイ。説明しよう。象の鼻は全て筋肉でできており、数百キロのものも軽々と持ち上げられる。すげえ。じゃあ僕持ち上げて。小さな石ころもつまめるくらいとっても器用なのだ。じゃあ俺もつまんで。何するんだよ。もっとしてんと、うちらも行くで。あ、はや。お尻。ドリッドリッドリッ。おお、道だ、すごいぞ。よっしゃ、早速山登りや。山登り。登りじゃなくて、すごい。筋肉が挟まってしまう。面白い。わお、なんだこの。さっきのシルバーのはね、おっと筋肉が挟まってしまう。これは無理だ。さあ、クイズです。そんなってルッタが言って、この後どうやってこの壁を登ったでしょうか。あの象の人がいるじゃん、うん、その人がルッタをポイって投げるでしょ。あ、鼻でポイって、うん、どんどん投げていって自分の
体に加えてポーンってバシーってそういうこと。でも鼻でさ、みんなをあげたとしてもさ、長老様は登れないじゃん。だから、そうだね、だからみんなを階段にしていく。ちょっと意味が分かります。みんなを鼻で持ち上げて、長老様らせて、みんなで頑張って長老様をあげる。あー、先に先に長老様がみんなを持ち上げて、え、アミンさんも持ち上げて、で、みんなで長老様を引き上げた。じゃ続きを見てみましょう。そんな、どんな困難であっても少しの希望があるなら諦めるでないぞ、ルッタ。大きい順に精霊。え、1、2、3、4、走り階段。さあ行きなさい。あ、危ない。二人とも焦らず渡るんですよ。こういうこと。しゃーないやろ。ルッタッタッタ。すごー。あれ、このみんなイエーイ。ありがとう、みんな。うちらで水源を調べてくるわ。いってらっしゃい。無事を祈って。そういうことね。うん、頑張るぞ。やっとの思いで山にたどり着いたルッタたち、早速水源を探すのだが、だが、あっちが怪しいぞ。見つけた。なんだこれ。川が枯れた跡やんか。見つけたと思ったのに。あ、水の流れる音や。嘘やろ。確かに川やけど、めっちゃしょぼい。少な。ルッタたちは山中の川を調べたが、ない。なぜかほとんど枯れ果てていた。川がないってことは、そんな水源が枯れちゃったってこと。そりゃないない。なない。ないないのなないなない。やばいことが起きてるのは間違いない。ああ、やばい。やばいよ。これは始まりだ。近い未来に起こる恐ろしい出来事なんだ。なんやルッタ、メソメソして。だってみんなで頑張ってここまで来たのに、ハートは悲しくないの。はあ、うちかて悲しいで。だったらそんな言い方。まあまあ、こうなったら別の方法でオアシスを復活させるしかないよ。せやな。ルッタ、早くみんなのとこに戻ろうぜ。諦めるでないぞ、ルッタ。ねえみんな、あと少し山の頂上まで行ってみない？え？もしかして何かわかるかもしれないよ。ルッタが言うなら付き合うか。しゃーないな。やったー。よし。ルッタ、やっぱりなんもないやん。そんな。へい、こっちに来てみろよ。お、なんだ、あったの。わあ、へえ、すごっ。すごい。頂上にやってきたルッタたちは驚くような絶景を目にするのだ。すごっ。これがアニアキングダム。すげえ。ね、綺麗や。綺麗。 あそこ見て、あれ川ウソブラやん。え、本当だ。あれが俺たちの、僕らの大切な故郷。すごっ。僕は諦めない。みんなのオアシスを絶対に守るぞ。めっちゃ響いた。めっちゃ響くよ。自分たちの暮らす世界の美しさに感激した。ドキドキ始まるの時にこれが出てくるよね。仲間と共にオアシスを守ることを改めて決意するのだった。はい、エディです。エブリバディ、せーの、アニキン TV。 今回はアフリカゾウの長老様ことエレファ、ア
フリカゾウは長い鼻を持つ地上最大の動物だ。1日に食べる餌は 200kg 以上になることもあるぞ。だけどその分1日のうんこの量もいっぱいで、なんとその重さは 100kg。 さすがは長老様だぜ。ビッグアップ。はい、じゃあいつものおまけコーナーやりまーす。じゃあチョピ、右か左か。左。左？こっち。左でいいですか？じゃーん。ピンクは。やった。じゃーん。金のはダークフレーム。ねえねえ、こっち出てないんだけど。まだ出てないけど、次出てくるよ多分。あ、次の次かな。今レオニー欲しがってたけど、レオニーより嬉しいのが出たみたいだね。のレオニーです。見て見て見て。うわ、銀のすごいじゃん。で見て、身長赤で目が。はい、ダークフレーム。こっちは普通の目だよ。これティラノサウルスだよね。うん。かっこいいね。今日はアニアキングダムの第7話を見ました。見ました。また続きの話も見てね。バイバイ、また見てね。また見てね。